はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、新作コープシューターエイリアンチームファイアーエリートが神ゲーすぎた件というところで話していきたいと思います。まあそうですね、クリア後最速レビューみたいな感じでちょっとやっていきたいと思うんですけども、はい、そうなんですよ。このゲーム、何そのゲームって思った方もたくさんいると思うんですけども、あの有名映画エイリアンを題材にしたコープシューターとなっています。はい、このゲームPC そして Xbox では8月24日に、リリースされていてですね、まあ、今できる状態にはなってるんですけども、こちら、現状だとまだ英語版しかリリースされてないっていう感じですね。もしね、日本語でやりたいなっていう方はですね、9月16日の方に日本語版が発売されますので、そちらでプレイしていただければいいかなと思います。9月16日には PS4 版 PS5 版っていうところも同時に発売されるので、まあ、日本語版を待つ方はね、そちらをちょっと待っていただければと思うんですけども、まあ、今回英語版でやっていてですね、めちゃくちゃ面白かったんですね、このゲームが。まさかの面白さをしていてですね、まあ、結構ね、エイリアンのキャラゲーでしょ、どうせみたいな感じで。どうせいつも、まあ、エイリアンの、まあ、キャラクターをモチーフにしたキャラクターというか、モチーフにしたというか、エイリアンの世界観で遊べる、そんなキャラゲーでしょっていう感じに思ってたんですけども、いやいや、もう全然、かなりちゃんとした、めちゃくちゃ面白いコープシューター、TPS のシューターっていうところで、これはもうみんなに結構自信を持っておすすめできるなと思ったんで、今回ちゃんとちょっと紹介してみようかなと思いましたという経緯があるので、まあ、ぜひぜひ皆さんちょっとね、耳を傾けていただければと思うんで、ぜひちょっとよろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まあ、いつも通りね、良かった点と悪かった点とボリュームっていう感じの、3セクションに分けて話していこうかと思うんですけども、その前に一応このゲーム概要みたいなところを、さらっとね、話していこうかと思います。このゲーム、エイリアンの世界観を題材にした、3人で遊べるコープシューターとなっています。なので、オンラインでマッチングなりフレンドとなりっていうところで、自分含めた3人でパーティーを組んでチャプターを進んでいって、迫り来るエイリアンをぶっぱな、銃をぶっ放して、退けていくみたいな、そんな感じのゲームになっています。本当に分かりやすいシンプルなゲームになっているんですけども、それが本当に面白かったっていう話をね、ちょっとしていこうかと思います。というわけで、早速良かった点から話していこうかと、思います。じゃあまず一つ目なんですけども、まずはね、やっぱり大前提ですよね、エイリアンと戦えるっていうのは本当に良かったなと思いますね。何言ってんのと思うんですけども、やっぱり数のエイリアンと戦えるゲームって今までなかったんで、やっぱりすごくね、特別なゲームかなと思います。気持ち悪いね、頭が長いエイリアンとはもう無限に戦うことができるんですね。本当にえげつない数のエイリアンが迫り来るので、そいつらをね、ほんと余すことなく撃ちまくって、いけるっていうのはこのゲームの、まあ、特徴な、当たり前の特徴なんですけども、やっぱり本当に良かったなと思いますね。エイリアンが題材っていうところは本当に結構引くものがあるなと思いました。そして、まあ、次なんですけども、そのエイリアンを倒していく爽快感っていうのが、これめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。とにかくやってて思ったのは、おそらくこのゲーム、銃を撃つ感触だとか、あとはその発砲音とか、ヒットした時のエフェクト、そのヒットした時の音とか、エイリアンにヒットした時のエイリアンの挙動とか、そういうところ全部含めてめちゃくちゃよく作られてるなっていう風に思いました。なので、やっぱ銃で撃った時の、感触とかね、エイリアンを倒した時の気持ちよさ、ここら辺は、本当にすごいです。結構いろんなね、この手の、コープシューター、ゾンビを撃ちまくるゲームとかね、ワールドウォーゼットとかそういうゲームあると思うんですけども、結構、比較にならないレベルでめちゃくちゃいい触感してますっていうところをまずね、ちょっと皆さんにお伝えしたいなっていうふうに思います。次なんですけども、育成が結構幅広いっていう話をしていこうかと思います。これね、パークが5種類あるんですね。ドクター、回復をするドクター、まあ、結構バランスの取れているガンナーとか、重火器を使うデモリッシャーとか、あとはガジェットを使っていくテクニシャンとか、あとはね、クリア後に解放されるリーコンっていうキャラクターっていうかクラスもあって、まあ、そんな感じの5種類のね、パークを使っていくんですけども、このパークごとにレベルが区切られていて、そのパークごとに使えば使うほどどんどん成長していくっていう要素がまずありますと。でさらにですね、自分のスキルを強化するシステムっていうのも、これもめちゃくちゃ面白くてですね、パークごとに使えるスキルっていうのが決められてるんですけども、
これを強化していくシステムが結構独特というか、まあ伝わる人にはわかると思うんですけども、ロックマンエグゼ的な感じの育成というか成長というかカスタマイズ要素があるんですよ。はい、これがまためちゃくちゃ面白くてですね、まあ映像を見てもらえたらなんとなく伝わるかなと思うんですけども、こんな感じでパークの強くする要素がこうなんかパーツとして存在しているんで、それをパズルのように当てはめていくっていう、そういった感じでやっていくんですね。これもめちゃくちゃ面白くて、なんか今時結構珍しいなっていう感じに思いましたね。はい。そしてまあレベルとかなんですけども、結構ね使っている銃ごとにレベルっていうのが区切られているので、銃使えば使うほど成長していく、まあビビたるものなんですけども成長していくっていう感じでもありますし、その銃のマズルとかマガジンとかね、そういうところを自由にカスタマイズすることができるので、それによって結構同じ銃ですけどもリロード速度がめちゃくちゃ速くなったり、まあ、弱点への攻撃力がめちゃくちゃ上がるとか、かなりね性能が変わってくるんで、ここら辺のカスタマイズも面白いし、そういうカスタマイズできるパーツを集めるっていう遊びもまためちゃくちゃ面白かったです。はい。でその肝心の武器の種類っていうところもかなりね結構いろんな種類があってですね、まず武器の種類っていうか武器種ですね、ハンドガンとか重火器のなんか火炎放射器とか、なんかライフルとか、マシンガンとか、本当にそのそもそもの種別っていうのもたくさんある中で、その種別の中でさらに複数個あるので、武器の種類っていうところはかなり、多いと思いました。はい。そしてですね、そういった武器を解放するためにお金を貯めていかなくちゃいけないんですね。クレジットを貯めるみたいな感じなんですけども、これは本当にチャプターをクリアしたりすることによって、クリア報酬としてお金みたいな感じはもらえるんですけども、そういうのを貯めて、ショップに行って購入していくみたいな感じで、武器とか武器のパーツっていうところを解放していく遊びになっています。だからとにかく、まあ、やればやるほどキャラクターがどんどん強くなるんですけども、そういったその育成していく遊びっていうのが結構高いところまで設定されていて、かなりやり込めるものかなっていうふうにちょっと思っています。なのでこの育成っていうところが何よりもこのゲーム力を入れて作られているポイントなんじゃないかなっていうふうにちょっとやっていて思いました。あとはちゃんとね原作ファンにもリスペクトされているなんか演出だとか、あとはマップだとかっていうのがあるんですね。そこら辺は結構楽しめるんじゃないかなと、ファンの方は楽しめるんじゃないかなと思いますし、使われている音楽とかもおそらく結構ねエイリアン2とかに使われていた音楽っていうところが多分あったと思うので、なのでまあ、そういったファンに向けてっていうところにも結構いい作品になってるんじゃないかなと思いましたし、あとはそもそも原作を知らない人でもこれゲームとしてすごくよくできているので楽しめるんじゃないかなと思います。こういったねコープシューターが好きっていう方、多分一定数いるかと思いますので、そういった方ぜひぜひですね本当にエイリアン知らないよっていう方でも全然楽しめる内容になってると思いました。僕自身ですね本当にあんまりまあエイリアン自体見てるんですけども、そこまで別にガチファンとかではなくてですね、本当に1回2回さらっと見たぐらいの全然ファンとかではないんですけども、全然楽しめているので、まあ本当にそういう意味では全然楽しめるんじゃないかなっていう保証はできますっていう感じですね。はい。そしてマップの作り込みがめちゃくちゃすごかったです。結構後から普通に歩いて観光したいなって思えるぐらい結構マップっていうところがよくできていてですね、まず綺麗ですし、映像っていうところもすごく綺麗だし、なんかオブジェクトとかね作り込みとかすごく良くて、後からなんかこういうのなんか改めて見たいなと思えるぐらいのクオリティの高いマップっていうところがしっかり作られていたなっていう風にちょっと思いました。あとは難易度がね5段階あるんですよ。あらかじめ設定されている難易度ノーマルっていうところが5段階中の2なんですね。はい。なのでもう上に3段階難易度があるっていうのが結構やり込める要素かなと思っています。あれねこれちょっとクリアした後にさらっとね上の難易度も試してみたんですけども、めちゃくちゃむずいです。はい。何が変わるかっていうと、まず自分の持っている銃の弾薬っていうところの上限が減らされるとか、
あとは敵の強さがね、シンプルに、強くなる。体力が上がり、そして、攻撃力が上がるとかで、結構バランスが調整されているっていうのもあるし、なんといっても一番辛いのが、フレンドリーファイヤーが発生してくるんですね。難易度を上げれば上げるほど、フレンドリーファイヤーが露骨に発生していくんですよ。上げれば上げるほど、フレンドリーファイヤーのダメージが上がっていくっていう、そんな感じの作りになってるんですけども、これがまた辛くてですね、普通のノーマルだったら火炎放射器をぶっ放してればいいんですけども、やっぱり周りに気を使って立ち回らなくちゃいけないっていうところで、すごくここら辺大変でしたね。はい。なので、まあ結構難易度を上げて楽しめるっていうのはあると思います。あとはもうシンプルに生きるか死ぬかみたいなドキドキ感っていうのは結構ノーマルの難易度でも味わえたので、なんか簡単すぎて手応えがないなとか、そういうことにはならないと思います。はい、っていうところがね、いいなと思ったポイントでした。そしてまあここからね、ちょっとどうなのかなと思ったポイントを話していこうかと思います。まずはね、ボスっていうのが存在していないんですね。明確なボスみたいな感じの、なんか大きなエイリアンが出てきますよみたいな、そういうのがないんですよ。はい。なので敵に対してのバリエーションっていうところにちょっと物足りなさを感じてしまうっていう人は中にはいるんじゃないかなと正直ちょっと思いますね。あとは高難易度が難しすぎるかもしれないっていうところですね。さっきね、5段階の難易度設定ができるよって言ったんですけども、まあノーマルとかその次のね、難易度とか大丈夫なんですけども、多分ね、その上ぐらいから本当に多分えげつない難易度になってくると思うんで、そこら辺はかなりなんかイライラしてくる、その辺からは結構イライラしてくる、こともあるんじゃないかなと思いますし、あとは味方と密な連携とかもね、取れるようになんないとクリアできないよっていうことも多分あると思いますので、そういうところはちょっと懸念ではあるかなと正直思いました。そしてまあ一番ダメだなと思った部分の話をしていこうかなと思います。ね、マッチングしないっていうことがあるんですね。今ちょっと PC 版でプレイしていたので、もしかしたらその人口が少ないっていうところもあるのかもしれないんですけども、まあそもそもマッチングの作りっていうところがあまりよろしくないんですね。はい。このゲーム4章あって、その1章の中に3チャプターあるんですね。なので、まあ、合計12、まあ、ステージっていう感じで存在しているんですけども、この1章1章というか1チャプターごとに、まあ、12ステージある、その一つ一つごとにマッチングが行われているんですよ。だから、結構、その章というかチャプターによっては、結構な過疎り方をしているんですね。まあ、現に、発売初日のタイミングで PC でマッチングしようとしても、人が集まらないっていう現象が多々あったんですね。なので、ちょっとこれに関しては、ちょっと後々ね、人が本当の意味で少なくなってきた時に絶対これかするなと思ったんですよ。なので、まあ、そこについてはちょっと、懸念というかやばいなと思ったんで、ここは早く、なんとかしてほしいなと思うレベルではありました。ただ、マッチングできないと、なんか CPU みたいなのが入ってくるんですね。代わりに CPU が動いてくれるんですけども、この CPU もね、なかなかのおバカさんなので、なかなかちょっとね、まあ、ノーマルぐらいの難易度だったら問題ないかもしれないんですけども、それ以降になると結構まあきつい戦いになってくるんじゃないかなと正直ちょっと思うレベルですね。なのでちょっとマッチングに関してはかなりちょっと懸念はしています。今後どうなるのかなっていうところと、あとはまあコンシューマー版が本格的に展開されて、日本でもちゃんと展開されていった時に、まあ良くなればいいんですけども、やっぱりでも時間経てばどうしてもかそってしまうだろうなっていうシステムになっているので、ここに対してはね、本当にどうにかしてほしいなと正直思ってます。まあ悪いところに関してはそんな感じかなと思います。そしてまあ最後にですね、ボリュームの話をしていこうかと思うんですけども、これに関しては本当に人それぞれかなと正直思ってます。まあ普通にノーマルだけでさらっとクリアしようと思ったら7時間ぐらいで終わるんですよ。なのでそこで終わりって見てしまうと、まあ本当にそれだけのボリュームしかないよって話になってしまうんですけども、まあそこから結構強さを求めていったりだとか、あとは高い難易度に徐々に挑戦していこうとする姿勢さえあれば、もっともっと遊べるゲームかなと思います。全然本当に多分ね、20時間30時間40時間と遊んでいけるぐらい
結構奥が深いというか、育成しきれるようなゲームだし、そのぐらいの、難易度っていうところまでしっかり用意されているので、まあ、そういうところをしっかり、目指していくのであれば、本当にしっかり、最後の最後まで遊んでいけるゲームかなと、個人的にはちょっと見ています。はい。まだ現状ね、ノーマルの1個上の難易度の、チャプター1っていうところまでしかやってないので、その上の難易度をまだまだちょっと目指せる状態ではあるんですけども、まだそこまでやってないので、ちょっとでかい口は叩けないんですけども、まあ、そんな感じで正直思ってます。なので、自分のやる気さえあれば、全然無限に遊べるゲームかなと思ってます。まあ、あとね、このボリュームっていうところの話に付随してなんですけども、このゲームですね、ちょっと安いんですね。フルプライスのゲームじゃなくて、まあ、5000円ぐらいで買えるゲームとなっていますので、そういう意味でも、ちょっと敷居は若干、他のゲームに比べて低めかなと思うんですよ。まあ、なんか、そういうところを加味しても、十分なボリュームは一応、ゲーム内に用意されてるなっていうふうには思ったんで、そこに関しては、まあ、正直、まあ、安心してとは、本当に個人差がある部分なんで言えないんですけども、個人的には、まあ、満足できるものだったなっていう風にはちょっと思っています。さあまあそんな感じで今回のレビュー終わるんですけども、いや本当にね、めちゃくちゃ不意打ちを食らったんですね。正直本当に冒頭でも言ったんですけども、いや、所詮エイリアンのゲームでしょぐらいに思ってたんですよ。まあ2、3日前暇つぶしにね、遊べたらいいかなぐらいに思ってたんですけども、いや全然遊べる。もうまだまだ余裕で遊べるし、なんなら結構なんかサクッとできるゲームではあるので、まあなんか長続きしそうだなっていうふうにちょっと思ったんでね、これからもやっていこうかなと思います。ぜひぜひ皆さんも、まあちょっと今現状だと、今時点のね、8月20何日のこの今時点だと英語版しか存在していないんですけども、まあぜひね、来月9月の16日に日本語版が発売されましたら、皆さん本当に買っていただければなっていうふうに思います。そのぐらい結構、個人的にはみんなにね、自信を持っておすすめできる、ゲームだからこそ一応神ゲーという、なんだろうな、冠をつけさせていただきましたという感じでね、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、ためになったよ、楽しかったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたっていうね、そんな方はですね、よかったらチャンネル登録や高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。